イエスマグビです。麻薬取締法違反の罪で逮捕され、大河ドラマ麒麟が来るを降板となった沢尻エリカ被告、実は撮影に備えて熱心に乗馬の練習をしていました。乗馬クラブのオーナー田中光則さんは、沢尻さんは泊まりがけで特訓を続けていました。沢尻さんの練習は危なっかしくてドキドキしましたが、必死に練習していましたと証言。沢尻さんは撮影に集中するためにしばらくお酒も経っていたようで、彼女の大河への熱心な向き合い方に感動したスタッフが多くいたそうです。2月6日に出た沢尻被告への判決は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年でした。ニュースマグビ。